キラヨシチカは江戸時代前期の後継旗元、キラヨシナカの孫にして養子。上京三年二月二十二日、出羽国米沢藩四代藩主、上杉綱則の次男として誕生。綱則はキラヨシナカの嫡男であったが、母、富子が上杉綱勝の妹であった関係から末期養子として上杉家を継いでいた。その後、吉良家ではヨシの次男、 サブロが着難となったが、上京2年に溶接し、他に男子がなかったため、綱則は、玄禄2年12月9日、次男、春千代を、実家キラ家への養子とした。春千代は、キラサ兵よしと名を改めると、玄禄3年4月16日、米沢城から江戸丹野京のキラ邸に入った。時に5歳、玄禄9年11月21日、五大将軍、 徳川綱吉に初おまみする。元六十四年三月十四日、吉中が浅野長典から電柱人情を受け、十二月十二日、吉中は事件の影響で隠居した。これに伴い、吉中が相続して表公家に列した。阿古老子らによる討ち入りのあった元六十五年十二月十四日の際、吉中は十八歳であった。 吉シチカも自ら武器を取って応戦し、ふわま種に面と背中を切られてそのまま気絶したものの、捨て置かれて斬首されることはなかった。事件後、すぐに、家臣のカ須や平馬を死者にし、赤楼市による、うち入りの胸を、老中、稲葉正し通り邸に届け出ている。元禄十六年二月四日、幕府表情書に呼び出された吉シチカは、当日の対応に際する、仕方不届きを理由に、 海域の上、品の国諏訪藩四大藩主、諏訪忠都来のお預けを言い渡され、平家は吉地下を最後に断絶した。なお、同日には、阿古老子たちに、切腹の沙汰が下り、老子全員が切腹している。元禄十六年二月十一日、諏訪藩士百三十名に護送されて、江戸を出発するが、随行の家臣は、蒼田孫兵衛、山吉聖侍の二名のみ、 また荷物も長持ちさ三さおと、つづら一個だけだった。高島城の南丸に遊兵されたが、皇家の子息ということで、藩士たちは、左兵様と、継承した。タバコも許され、衣服やかやも与えられた。ただし、自殺を防ぐ目的から縦脇を許されず、か剃りさえ与えられなかった。吉地下の前へ出る、藩士も縦脇を禁止された。すわけでは、 吉地下の処遇について、たびたび幕府に書簡を送って細々と指示を仰いでいる。吉地下ら一行の到着後に、たびたび病気になっているが、これは一体に、科が多かったことが原因のようである。吉地下は、武芸等増えてと文献に特筆されているように、生来巨弱な体質で病で寝込むことが多く、法永2年10月からは、完全に寝たきりとなった。さらに、 法営元年6月2日には、ジップ、綱乗が、8月8日には、養母、梅霊院も、死去と、身内の死が重なった。法営3年1月19日に帰国に陥り、20日、死去。去年21、遺体は、塩漬けにされて、防腐処理が施されたが、遺体の腐敗が予想以上に早く進んでしまい、功を大量に炊いて、腐臭をごまかしたという。 同年2月4日、幕府の石ヶ谷秋職の検視を受けた後、地元の北家寺に葬られた。なお、維新の孫兵衛、聖侍の両名は、吉地下の石塔を自然石で建ててほしいと、大金三両を北家寺に収めている。一説には、上京2年に生まれたとも。米沢人国旗ハット ABC、完成重州初夏不巻、第92西尾志公式ウェブ。 西尾市の文化財西尾市の文化財一覧、本所松坂町公園現地説明上杉屋、須田うこん書状ほか、国宝上杉家文書、国指定文化財データベース。ありがとうございます。